私はあんたを忘れはしない。おはようございます、白里のしらです。イエーイ、私はボイストレーナーです。そして本日スペシャルゲスト、宮迫ディスチャンネルの宮迫さんです。どうも宮迫です。いや、お疲れ様です。おしらさんのチャンネルでまさか指導していただきたいと。そうなんです、今日私が先生ではなくて、はい、生徒役先生宮迫さんでラブイズオーバーを。そうですね、おそらくですけど、あまたいる芸能人の中で、はい、ラブイズオーバーをオーヤンフィーフィーより歌ってるの僕だと思います。素晴らしい。はい、ご本人、オーヤンフィーフィーさんご本人よりおそらく歌ってると思います。そうですよね、そんな気がしております。はい、一回はるみちゃんっていう、はいはい、はるみさんすごい仲良くてうちのチャンネルにも出てもらってるんですけど、とも、はい、ラブイズオーバー歌われてたり。そうですね、そのラブイズオーバーに関してはそうですね、過去ですよ、過去にあったヘイヘイヘイという番組でね、今でもかヘイヘイは今でもやってますけど、その番組特別企画でご本人さん登場みたいなんで歌ってらしたんですけど、だいぶそうですね、お仕事でちょっとね、お酒の出すお店で働いてらっしゃったからかもしれませんけども声が全然出てないと。もうラブイズオーバーラブイズオーバーじゃなくてラブイズオーバーって言ったんで、当時本番中に浜田さんがお前歌ってこいって、違う本人が歌ってっていうノリをやらせていただいた時もあったぐらいで、今ラブイズオーバーはオーヤンフィビさん、もし怒ってらっしゃったら僕個人的にくださいと言いに行こうかなと思って。もういただく感じですね。はい、僕の歌に今変わりかけてますので若い人は多分僕が歌ってた歌やと思ってるぐらいの人もいらっしゃると思います。いや、絶対10代の子とかは絶対そう思ってます。はい、なのでそこはちょっと指導してもいいんじゃないのかなと思ってます。はい、でなんか特になんですけど、私ボイストレーナーで常にこう歌い方の解説とかしてるんですけど、はい、あれっていうのは、原曲にこう近づける、型にはめる、一回型にはまろうよってレッスンなんですけど、はい、そういうことしてると私もやっぱ自由にとか気持ちを込めて歌ってなんか逆に苦手だったりするので。なるほど、そこはもう大事だ。僕は言霊重視ですから。今回は宮迫先生の言霊を習いに来ましたので、わかりました。早速ちょっとビフォーを聞いていただいてもよろしいでしょうか。もちろん。さよ。で今回スペシャルゲストでおりょうさん、おりょうさんお願いします。はい、じゃあ違うね、外人さんが歌ってるやつやわ。もう異常にうまいです。ありがとうございます。それはそうなんですよ。はい、おしらさんなんだから異常にうまい。これ違うんですよ、クリス・ハートのモノマネをしてるんですかって言われますよ。あら、意外なこと使う。いやもうそういうことなんですよ。ちょっと消そう。はい、日本人が歌ってるんだから日本人に響く歌い方をしないとダメです。はい、はい、なのでこれ ものすごい今難しいことやってますよ。上手い人にいやこれ本当すごいことですか。ものすごい上手い人で、上手い人に教える人に教えるってむちゃくちゃなこと今やらされてますけどでも僕が言う言霊なんですよ。はい、今は上手く歌ってるんです。上手いって思うんですけど、ラブイズオーバー分かってるんです。やっぱいろんな恋に破れたりとかいろんな経験をしてないとこれなかなか言葉も入ってこないです。ちょっとじゃあ同じワンフレーズ聞いてください。はい、全然違いますからお願いします。
ブソーバー悲しいけれど終わりにしよう、キリがない日からラブソーバー訳などないよ、ただ一つだけあなたのため。言霊が入ってるでしょ。言霊入ってました、今感じました。今脳の中でいろんな恋愛を思い返しながら歌ってますから、で言霊があるんですよ。 あなたのためなんですよ。あ、これも歌というよりお芝居ですね。なるほど。それもお芝居をしていただきたい、あのセリフを言っていただきたいんですよ、この曲に関しては。わかりました。私幸いにも2ヶ月前ぐらいに3年付き合ってた人と別れたんで、そこです。それをもうガンガンに乗っけるんですよ。わかりました。あのうまく歌わなくていいんです。この曲に関してはもう言霊乗っけて思いを乗っけたったらいいんですよ。ちょっともう一回今のパートやってみてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、失礼します。はい、お姉さんもう一回お願いします。はい。悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから。 Love is over、 わけなどないよ、ただ一つだけあなたのため。素晴らしい。いいですか、いいですか。全然違うでしょ、言霊の乗り方が。ちょっと悲しかった。泣いちゃうでしょ。そういうことなんですよ。気持ちが入っちゃうんですよ、この曲は。いやいや、全然違ったでしょ。違いました。お気に入ってないです。今気持ちを歌ってるから。あ、もう指導なんてこれで終わりですよ、はっきり言って。先生、あの、はいはい、サビって結構また爆発するじゃないですか、感情が。はいはいはい、はい、ここもちょっと聞いていただいてもよろしいでしょうか。じゃあちょっと言霊込めてましょう。はい、はい、早く忘れて、私はあんたを忘れはしない、誰にだからでも忘れはしない、いや、すごくいい、すごくいい、すごくいい。あの、そういうことなんですよ。そういうことなんです。このぐらいやんなきゃいけないんですね。はい、はい、多分なんですけど、はいはいはい、あの、先生と一緒に歌えたら、先生と一緒に歌えたら多分もっとこのソウルが分かる気がするので、ちょっとおしらとデュエットを。あ、曲ですか。いいです、していただいてもよろしいでしょうか。いや、いいっすけど。いや、やめなさい。すごい方ですよ。ぜひ、はい。Love is over、 悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから。 Love is over、わけなどないよ、ただ一つだけあなたのため。 Love is over、 若い過ちと笑って冷える時が来るから。 Love is over、私のことは早く忘れて、私はあんたを忘れはしない、
かないで Love is so hard 元気でいてね Love is hard。気がしますので何をおっしゃいますやら気持ちよかったです。これからもまたぜひ機会があればご指導ください、はい、お願いします。ぜひお願いします。ありがとうございます。本日のスペシャルゲスト講師は宮迫さんでした。ありがとうございました。ただただ気持ちよかった。そして森野さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。顔タイプです。すごい最後の最後に言います。顔タイプです。宮迫さんのチャンネルの方でも奏の指導をさせていただいているのでそちらもぜひご覧くださいませ。お願いします。はい、